ご視聴ありがとうございます。一足早く福袋をいくつか買ってきたのでご紹介します。まず一つ目はミスドの福袋です。今回は2400円の一番安いタイプのものを買いました。ポケモンのコラボグッズと税込み187円以下のドーナツを20個引き換えができるチケットがついています。去年の福袋にもこれの色違いキャラ違いの同じポーチが入ってたんですけど、これ結構マチがあるし、素材も塩化ビニール樹脂でしっかりしてるので使い勝手はいいです。ミスドの福袋お得感はあるんだけど、その187円以下で買えるドーナツって結構限られてるじゃないですか。新作のいいドーナツとかは結局200円超えてしまって、このチケットが使えないのですごくもったいないなと思って、今回は一番個数が低いものにしました。あとちょっと気になったのはこのトートバッグですね。ショルダータイプなんですけど、取っ手が短いし、ショルダーの肩紐部分も短いし、大人がかけるものではないですね。で、あと袋自体にマチはなくて縦長なので、買い物にも向かないなって思いました。子供向けにターゲットにしてる袋なんですかね。残念ながらこれは使わなそうです。あとは毎年お世話になってますカレンダーです。2ヶ月ごとの記載でとてもいいですね。メモもできるので使いやすいです。あとはメモ帳、これも子供向けですかね。初めて買ってみましたモスの福袋。値段は5000円で、ワンピースとのコラボグッズがたくさんついています。1つ目が500円の割引チケット10枚綴りです。もうこれだけで福袋の元取れてますよね。ということで他のワンピースとのコラボグッズが実質無料でついてるっていうことになります。これはちょっと開けてみてびっくりしたんですけど、かなりいい品だなって思いました。まずこのブランケットですが、ものすごいふわふわで肌触りが良かったです。ルフィの髪の毛の部分はなんだかちょっとジャージみたいな感じで、ふわふわの素材ではなかったです。ルフィの反対側にはチョッパーもいて、デザイン的にめちゃくちゃ可愛い。あとは見てもらって分かるようにサイズも結構大きいんですよね。例えばミスドとかも昔ブランケットついてましたけど、これの半分よりちっちゃいサイズのものしかついてこなかったので、福袋の特典にしてはかなりいい商品だと思います。普通にワンピースのグッズを取り扱っているショップで購入したら2500円とかしそうなレベルのサイズと質感です。そしてお楽しみの T シャツですね。福袋に T シャツついてくるってかなり豪華じゃないですか。で、胸元のロゴはワンピースじゃなくてモスバーガーって書いてあります。サイズはフリーサイズってなってますけど、多分メンズの L サイズぐらいの大きさだと思います。最後はミニポーチ、ショルダータイプですね。ちょうど携帯とお財布が入るぐらいのものなので、ちょっと近所に買い物に行くとかそういった時に重宝しそうです。あと犬の散歩とか。麦わらのマークのところもモスバーガーの M になってて可愛いですね。残りの3つはイトーヨーカドーに行った時にたまたま売ってたもので美味しそうだったので買ってみました。何買おうかなって迷ってる時におばちゃんに話しかけられて、それも中身わかってるの?とか聞かれたので、最近のものは全部中身わかってるんですよって伝えたら、あらそうなの?昔は中身がわかんないのが楽しかったのにねって言ってたけど、確かにそうですよね。福袋といったら、昔はやっぱり年明けに買いに行って中身も何が入ってるかわからないっていうのが楽しみでしたけど、最近も何年前かはわからないけど、もうここ数年は年明けじゃなくって年末にもう福袋を売り始めてますもんね。これ何の福袋だかもよくわかんなくなってます。でもまあいずれにせよ普段買わないようなものをちょっとだけお得に買えて、まあ、なんとなく新しい味を楽しめるっていう意味では中身がわかってる福袋も悪くないですよね。皆さんは何か買った福袋とかありますか?年明けにまたお買い物行った時に何か残っていれば
また買ってみようかなとは思ってますけど、おすすめがあったらぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。